今日はここヤマハスタジアムでサッカー観戦。スタグルがちょっと少なめとジュビロの試合ではなさそうですね。富士宮焼きそばとエビとアボカドの焼きカレーパンを買いました。カレーパンは具がゴロゴロ入っていて食べ応え抜群、中のルーも辛くないのでお子さんでも平気かもしれません。そんな食レポをしている間に選手入場。ジュビロと同じ色のユニフォームのこのチームはプレナスなでしこリーグ一部で戦う静岡 SSU ボニータ。そうです、今回僕は女子サッカーを見てきました。1200人を超える多くの観客が見守る中、昨年首位のオルカ鴨川FC との開幕戦に臨みました。前半は1対0で折り返すいい展開。ハーフタイムにはジュビル磐田のキャプテン山田裕樹選手が応援に駆けつけてくれていました。結果は1対1のドロー。とはいえ僕も久々のヤマハスタジアムでの試合観戦、サックスブルーに囲まれながらのサッカー観戦は気持ちいいですね。また遊びに行きたいと思います。頑張れボニータ。